韓国の最新の防衛白書で日本が格下げされ、周辺国としての扱いに変更されたことは、日本とアメリカの両国からの注目を集めているよね。これに対して、日本政府が今後どのように対応するか、国民の意見も取り入れつつ慎重に検討する必要があると思うよ。特に、韓国との関係性においては繊細な外交が求められるな。韓国に配備されている F-35A ステルス戦闘機については、この機種は最先端の技術を有する第5世代戦闘機であり、その運用状況や戦術的な役割がどのように展開されているかは、地域の安全保障環境において重要な要素だね。F-35A は、そのステルス性や多角的戦闘能力により、韓国軍の戦力向上に寄与しているぜ。また、中国がスパイ行為を行っているとの指摘があることについては、国際的な緊張関係や情報戦が背景にあるため、それに対する警戒は必要だな。各国は常に他国の軍事技術や戦略に関する情報を収集する傾向にあり、この点においては継続的な監視と防衛策の強化が求められるからね。韓国と日本、そして地域全体の安全保障環境を考慮すると、F-35A を含む各国の軍事力は注目の的であり、その動向は今後も密接に監視されることになるだろうな。さて今回は韓国の KFX プロジェクトについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本と韓国の F-35 ステルス戦闘機の導入計画には、いくつかの違いがあり、韓国は2019年3月に始まったアメリカからの F-35A の導入で、2021年までの3年間で合計40機を購入する予定だね。これに対し、日本はより広範囲な計画を持ち、A 型および B 型の2タイプを合わせて合計147機の購入が決定していて、この大量購入は、日本の防衛戦略と地域の安全保障要求に基づいているよ。価格については、日本の場合、F-35A および B 型の平均単価が約116億円と高額であることが報じられていて、これには技術移転の一部、機体の最終組み立て、メンテナンス用の整備場の建設といった、コストを押し上げる要因が含まれているんだ。日本はこれらの機体を国内で最終組み立てし、長期にわたって運用する体制を整えるための初期投資が含まれているみたい。一方、韓国はこれらの追加コストを避け、アメリカで完成した機体を直接購入しており、これにより、韓国は比較的安価に F-35 を導入できる契約を結んでいるぜ。ただし、韓国が選択したこのアプローチは、技術移転や国内での産業参加の機会を限定的にするため、長期的な産業及び技術的自立に影響を及ぼす可能性があるな。また、F-35 のメンテナンスやサポート体制についても、韓国は将来的な交渉を通じて、さらなる合意を模索していると考えられ、これには、国内での整備能力の構築や、他国との共同利用の可能性など、多岐にわたる戦略的考慮が含まれるんだろうな。このように、日本と韓国の F-35 導入計画はそれぞれの国の戦略、財政的な選択、将来の産業基盤に向けた目標に基づいて異なるアプローチが取られているね。アメリカが F-35 プログラムの契約において韓国のメンテナンスを日本またはオーストラリアに設置された整備拠点で行うことを義務付けたのは、複数の理由からで、まず、このアプローチは、整備拠点を限定することでコストの効率化と質の維持を図る戦略的な判断からだよ。高度な技術が要求される F-35 の整備を専門的に行える拠点を集約することで、経費の効率的な分配と専門技術の維持向上が期待されるってわけ。また、日本やオーストラリアには初期から F-35 プログラムにおいて高いコストを払って技術移転や整備施設の設置に投資しており、これらの国への配慮も含まれているな。これは、これらの国々が支払った高額な契約と、それに伴うコミットメントを考慮した結果であり、これらの国々で整備が行われることは、投資の回収や地域内での技術力の向上を促進するぜ。韓国としては、国内での整備能力の構築を進めたいという意向があるんだけど、初期の契約では他国の整備拠点を利用することになっていたんだ。このため、
韓国は自国内に整備拠点を設置することを目指しているものの、これが実現するまでには多くの交渉と調整が必要になり、もし韓国が自国内に整備拠点を確立できれば、自律的な防衛産業の強化につながり、運用の柔軟性も高まるだろうね。したがって、この契約における指示が日韓関係や地域内の戦略的バランスにどのような影響を与えるかは、今後の発展により明らかになるんじゃないかな。政治的な課題や技術的な要求が交錯する中で、各国は最適な解決策を模索していくことが求められるわけだね。韓国の KFX 戦闘機プロジェクトには、確かに多くの課題があり、まず、インドネシアとの共同開発が不透明な状況にあることが大きな問題となっているよ。まず、インドネシアとの共同開発が不透明な状況にあることが大きな問題となっているよ。インドネシアの F-16V 型ブロック70購入計画が明らかになったことは、KFX プロジェクトへのコミットメントが後退している可能性を示唆しており、プロジェクト全体の資金調達と進行に影響を与えるだろうね。また、KFX 戦闘機の開発に必要な費用が1機あたり約140億円と見積もられていることは、経済的な負担が非常に大きいことを示していて、これは、近隣国が F-16V のような既存の第4世代以上の戦闘機をはるかに低価格で調達できる状況と比較すると、特に顕著だぜ。F-35A ステルス戦闘機の単価が約84億円まで下がっている現状では、KFX のコストパフォーマンスが疑問視されるのは避けられないからな。さらに、韓国内での F-35A のメンテナンス拠点を設置することが提案されているが、これが実現するとしても、整備拠点建設と運営にかかる高額な経費は、経済的にも技術的にも大きな挑戦となり、少数の機体60機程度に対する高額な整備設備投資は、長期的なコスト効率を考えると理想的とは言えないぜ。韓国の防衛産業にとって、自国で戦闘機を開発し、生産することは国家の技術力と産業力の向上に寄与するという大きなメリットがあるんだけど、その経済的負担とリスクをいかに管理するかが今後の課題だね。KFX プロジェクトの未来は、国際的なパートナーシップ、資金調達、技術開発の進展に依存するとともに、地政学的な要因にも左右されると思われるよ。韓国の KFX 戦闘機プロジェクトは、地域の防衛力増強及び産業技術の自立を目指す野心的な試みであるんだけど、様々な課題を抱えているんだ。KFX の開発費用が1機あたり約76億円とされ、これが 4.5 世代戦闘機の価格として適切かどうかは議論の余地があり、特にこの価格は、国際市場で利用可能な既存の高性能機と比較すると、その競争力が問われるってわけ。インドネシアの問題に関しては、過去の政治的な背景と現在の軍事装備のアップグレード戦略が複雑に絡み合っているな。東ティモール問題の影響で西側諸国との関係にわずかな亀裂が入り、その影響が武器購入政策にどう影響するかは注目されていて、アメリカが F-16V をインドネシアに売却することがどの程度の政治的な配慮を必要とするか、またその決定がどのように影響を及ぼすかは重要な要素だぜ。KFX プロジェクトにおける革新技術の国産化の問題は、戦闘機開発における最も困難な課題の一つで、韓国はエンジンや兵装など、いくつかの重要な部品を国内で生産する能力が限定されており、これらの技術をアメリカやヨーロッパから依存しているんだ。この依存は、戦闘機の完全な国産化を目指す上で大きな障壁となっているみたいだね。これは韓国だけでなく、多くの国が直面している問題で、戦闘機の開発と生産は極めて高度な技術と莫大な投資を必要とし、アメリカ、ロシア、中国などの軍事大国だけが完全な自国生産を実現しているぜ。他の国々、特に中小国は技術の輸入や国際共同開発に頼らざるを得ない状況が多く見られるからな。このような国際的な技術依存が、韓国が KFX プロジェクトを通じて克服しようとしている課題の一つであり、この挑戦がどのように進展するかは、韓国の産業能力と国際政治の動向に深く影響されることだろうね。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。